僕自身はね、えー、部下をどうにかしたかったんです部下がとにかく言うこと聞かなかったんです部下がむちゃくちゃだったんですそう思ってたんです部下を変えたかったんですそう思ってたんですでも平本に最初に言われたのは何だったかっていうと変わわるのは部下じゃななくててお前んんだって言われたんですでもその時もね平本はお前がむちゃくちゃな上司だからお前が指示命令型であの支配的でねで断定的でねですぐにレッテルを貼ってねで人のできてないところにしてそういうのが悪いから変わるんだとは平本は一切言わなかったっていうことです。で 彼が僕に言ってくれたのは本当の自分の人生の意味を知ってほしいんだとか本当の自分の人生を生き始めてもらいたいんだコーチにとって一番大切なのはそれだからお前にしかできないことがあるんだって大事にしか描けない夢があるんだってそのことを少しでもいいから実現してもらいたいでそのことが本当なんだって実感してもらいたいそうしたら人のことだって信じられるようになるし人のことを信じられたら人は変わるからっていうことなんでですそれが僕が僕最初の2ヶ月間で受け取った教えなんです。 一一番番ダメな生徒だったたんんでですす本当にあの一番扉にに扉近いいところ大体いい僕ねあれですよあの当時はねここのオフィスもなかったからオフィスというかね会場もなかったから当時の五反田の U ポートっていうねあの会場があるんですけどねでそこでね、えー、やってたんですで僕ね申し込んだ時にね絶対こうなんかでもねうさんくさいやつがいるだろうなと思ったんですで一個決めたの朝早く行こうと思ったわけ。 9時45分会場でしょで1時間前に行ったの8時45分にで8時45分に行ってあのねロビーにソファーがあるわけそこのね U ポートってことで遠くのソファーからね見てたのどんなやつが入っていくかっていうの <laughs> で最初に来る人はあなんかバタバタしてあこれがスタッフかと怪しいなと思って見てたわけ <laughs> であのー、でね指折り数えてねこう怪しいやつが一定数超えたら参加するのやめろうとお金どぶに捨ててもいいからと思ってずっとね怪しい怪しくない怪しくないってやってたの外で。 でそういう感じだったんですよですごく怪しいやつばっかりだったのでだからもう帰ろうと思ったのなんだけどね失敗したことにねエレベーターがあってその部屋があって僕が座ってたソファはこっちでで前通らざるを得なかったのでえこそこそ帰ろうとしたら「参加者の方ですか?」って聞かれて嘘がつけなくて「はい」って言っちゃったんでねで「待ってました」って言われて連れ込まれちゃったんですよで 入ったのでうさんくさい人たちばっかりだったわけ <laughs> っていうか普通のサラリーマンやってたら合わないようなねあの人ばっかりで嫌だなと思ってたんですでその時から実はね、あのー、あんまりコーチング好きじゃなかったのだからクラスのずっと後ろにいたんですで,でもね説明会でお話ししたように最初の2日間で僕の人生に恐るべきことが起きちゃったんだそれは何かって言ったら自分が社長になりたいと思ってね頑張ってすごい仕事してたんだけどその社長になるのが真っ赤な。 偽物の夢というかね、本当は社長なんか全然なりたくなかったんだってことにもその時気が付いちゃったしで本当に欲しいのはなんかみんなが楽しくニコニコ仕事ができてだからこそ誰も考えたことがなかったような結果が出るっていうチームを作りたくてそれはすごいワクワクするんだけどなんで社長なんていう夢に取りつかれてて周りのことボロボロにしながら仕事してたのかがわかんないっていう状態になったもう一つは、まあ、これもう今となっては誰も信じてくれないんだけど当時の僕は人前で話すのは4人が限界で。 で4人でもう気持ち悪かったけど5人目になるともうダラダラ汗が出るんですよ誰が見ても病気かなっていうぐらい出るわけですで具合悪いんですかって無理しないでくださいって言われていつもスピーチは終わるっていうのが定番だったわけそれができるようになっちゃったんですスピーチするの面白いってたった2日で自分の人生が激変しただから興味持ってクラスに行ってみただけなんですだけなのでも怖かったわけずっとコーチングって怖いなと思ってたのなんかね、まあ、この後もまた色々話すんだけど 結構ね後ろめたいというか人に言えないことをいっぱいして生きてきたのでなんかあのコーチって心を見透かす人のような気がしてねとかあといろんな質問されるから話したくないこともいっぱい出てくるだろうなと思ってコーチングなんか受けたくなかったの怖くて怖くてだからクラスの隅っこにいたわけずっと。 クラスの隅っこにいてで皆さんみたいにねすごいなと思いますよ初日からねこんな組んで楽しそうに話してね僕からしたら信じられないですよあの僕絶対このクラスで落ちこぼれるもん昔の僕だったらであのずっと後ろにいてで結局誰かねクラスアシスタントかなんかに声かけてもらって組むんですよでもねクラスアシスタントって人がとにかく信用できなかったあの <laughs> でなんでかっていうとだってなんかすごいコーチっぽいじゃないですかだからより引き出されたりとかねより決めつけられるんじゃないかと思ってお前ダメだとか言われるんじゃないかと思ってとにかく心閉ざしてたわけ 全然うまくならならかったのこれも説明会でもよく話したけど全然うまくならなくて1か月経っても2か月経ってもあの2人組で組むでしょでこれから質問とかいろいろ学ぶけどねどの質問していいか分かんないわけ普段コミュニケーション取らなすぎたからで質問するでしょでそうすると結構ねあーのー優しくない人とかもその当時いてで <laughs> あこんなこと言っちゃったけど,あどうぞいてこれズバッと言われるわけなんかね黙ってる僕は黙ってるでしょなんか質問してよって言われるわけでなんか質問するでしょあその質問ならいらないとか言われるわけ。<laughs> 怖えーと思っってもうそううするとますまま質問できなくなくちゃうのねだからあのそう物理学の法則ってほんとそうですよあの。ダメなところで言うと人間どんどん動けなくなるからあのそうそうあのできてるとこを言ってくれたらあそういうのいいねとか言ってくれたら頑張れたんだけどなんか結構ねダメダメって言われたからだからあの皆さん僕みたいな人が混じってるかもしれないから優しくしてあげてくださいね。あのぜひできてるとこいっぱい言ってあげてくださいいいとこいっぱい言ってください。そのがが伸びるしお互いいい気持ちがいいからです でそんなふうにしてね、クラスの中でで、月間いたわけで。その僕に対してですよ隅っこにいて一番できなくていつまでもダメでどんくさくてその僕に対して平本はずっと言ってくれたんだ「<laughs> 大樹お前いいコーチになるから絶対諦めちゃダメだよ」って笑顔のチーム作るっていう夢は大樹が実現しなかったら絶対に誰もやらないからねって <laughs> お前が諦めたらおしまいなんだぞって言い続けてくれたの。でだからそれだけが心の支えでね 私にとっては当時,当時って言ったらなんか今かっこよくないみたいで当時かっこよかったの平本さん <laughs> 今もかっこいいんだけどあの当時すごいかっこよくて憧れの存在でなんかすごい遠い雲上の存在みたいな人だったけどなんかこんなふうに人と関われたりとかみんなと楽しい空間作れたりとか人の役に立てるってすごいかっこいいな全然自分にはできないけどと思ってたわけでその人が絶対いいコーチになるからって。 大丈夫だからってでその夢諦めたら誰もやんないからって言い続けてくれたから僕は2か月間とにかくクラスには行けたんですよ落ちこぼれだったけど。で最後の日にいつも言うけど彼が言ったんです「もう今まで教えたことは全部忘れていい」と「スキルのことはもうどうでもいいんだ」と「だけど一個だけ覚えておいてほしい」って。ココーーチチにとって一番大切なのはコーチのは 一番の仕事はクライアントの第一の信者であるっていうことだってクライアントの一番目の信者であるっていうのがコーチにとって一番大切なことでそれがなくなったらコーチングじゃないんだっていうことですそれがさっき僕の言葉でさっき言ったことね僕がねクライアントがとにかく何を言ってても OK なんです別にどんなすごいことやりたいって言っても OK だし何にもないって言っても OK だし世の中のことを恨んでても OK だし OK なんですでその状態から始められるし今ここはねそういう状態でもどんな状態でも始められるしここから 1>, 1年3年5年10年20年30年40年って生きてったらどんな未来だって実現可能なんだってだから一緒にチャレンジしてみようって思えることですそしてあなたにしかできない夢があるんだから絶対それ大切にしようってでそれは叶うしそれをあなたが叶えようとすることは世の中にとっても意味があるんだっていうふうにコーチが信じてることが一番の仕事なんだってあとスキルはどうでもいいんだって言われたんです。 2か月後に言われてすごい衝撃を受けたんで僕はまあ1日目から言ってるってことなんだけどあのそういうことなんですあの大切なことは最初に知っといても悪くないと思うからあの言ってるわけです。で平本にね「卒業してもうだいぶ経ってからですよあのどうしてですか?」って「あの時どうして僕にそう言ってくれたんですか?」って聞いたんですそしたら彼は言ったんだよね「いや俺も同じ思いしたから」っていうこと。 で昨日もねいかにアメリカ時代ねあの英語ができなくて大変だったかみたいな話をしてたけどあの本当に大変ですよね。あの 本当かね大体あの、えー、オレンジジュース頼むとミルクが出てくるっていうのはね僕もあれ以来何回かね海外で実験してるんだけど今まで一回もミルクが出てきたことがな,なくてですねあのあれなんですけどもまあ本当でもつらかったんだってあのコーチングのスクールに行くでしょで当時まだね日本人でコーチングなんか学んでる人がほとんどいない時期でまあアメリカでもねコーチング出始めたような時期だと思いますよでそういう時期にねあのコーチング習いに行きました彼は CTI ですアメリカの CTI で。 行くでしょで、まあ、授業は楽しかったんだって彼はいろんなトレーニング受けに行くの好きだから授業は楽しいんだけど休み時間がすごく苦痛だったっていうのでもう別にアジア人もいないしね自分はあんまりそんなにめちゃくちゃ喋れるわけじゃないしコーチがあったらやること決まってるから別にいいんだけどなんかこう、えー、雑談ができないとかね話が合わない居場所がない。だから10分の休み時間がいたたまれなくって でトイレにずっといたりとかもしくはトイレにいるのも辛くなるとたった10分いられないからって言ってあの近くのマクドナルドとかに逃げてたんだって10分間でも。でオレンジさん飲むとミルク出てくるわけでしょ辛いよねこれね <laughs> 絶対絶対辛いと思うこういうの。でもうとにかくコーチング嫌で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 しょうがなくってでずっとクラスの隅っこにいたんだって彼も信じられないけどねクラスの隅っこにいたんだって。でそうしたらね シシンシアっていうねすごい素敵なコーチが多分ちょっと先輩だと思うんだけどその人が一緒に組まないっってててて話しかけてきてくれたんだってで自分からもう組むような積極性もなかったからで僕と同じ状態だったんだよねで組まないって言われて組んでもらって一緒にコーチングしてでその後にに最後にねちょっとフィードバックしていいって言われたんだって伝えたいことがあるから伝えていいって言われて何ですかって言ったら「明雄ってあなたは分かってないかもしれないけどシャイニングスターだよ」ってで私はそれを感じたからあなたに言いたいって言われたんだって。 輝く星ですよねあなたシャイニングスター」だって言われたんだってで信じられなかったんだってそんなことなんでってだってクラスの誰とも打ち解けられないし隅っこにいてでコソコソしててコーチングもうまくないし何で俺が「シャイニングスター」なのってで思わず言っちゃったんだって誰にでも言ってるんでしょって「信者誰にでも言ってるんでしょ?」って言ったんだってそうしたら違うって私はあなたに感じたからあなたに伝えたいんだってあ今日あなたは「シャイニングスター」だよって言われたんだってでそれが平本さんの支えになったっていうんですよそれがあったから それを信じてみたいなと思ったってあまりにも信シ者シが本気で言ってくれたからそれを信じたいんだって平松さん思ったっていうのでその思いも胸に日本に帰ってきてで僕みたいなダメなやつがいてもやっぱりいやお前の夢はお前にしか叶えられないんだって平松さんにも原点があるんですで誰かに信じてもらったからとかねで信じた人が変わったから我々はコーチングを続けるんです。で 皆さんにだって絶対あると思う。あのそれはね、親なのか、先生なのか、上司なのか、もしくは部下なのか、もしくは子供なのか、親友なのか、誰かなのかわかんないけど、誰かが本当に信じてくれてとか応援してくれて、自分が勇気になったことってあると思う。我々はそれをやりたいんです。100%相手のことを信じるっていうことをやってみたいんだんで、そのことが人生にどれだけ変化をもたらすかっていうパワーに気がつきたいっていうことなんです。で我々はね、コーチっていうのはクライアントの人生の外側にいる人間です、基本的には。 でだからこそ我々は利害関係なくね相手に対して本当に120%の愛とそしてもう一個敬意本当にこの人はすごい人なんだっていうのを持てるんだっていうことです。でたまに言われるのもしね相手が世界遺産なんだとしたらとかね相手が本当にすごい可能性を持ってる人なんだとしたらどうして私が関わっていいんですかとかどうして私が関われるんですかっていうわけ。うん、答えは簡単です あなたも世界遺産だからです私も世界遺産だからです自分自身の偉大さも見る自分自身の可能性も見る自分も世界遺産だと思う相手も世界遺産だと思うそれが我々の原点だしそして我々がそう思って関わったときに相手の中で何かが変わるんですそう思って自分の人生を生きたときに自分の中で何かが変わるんです。で精神論だけでねあの言ってもしょうがないのであの少しでもね 本当に自分のことを大切にしながら尊重しながら生きていく方法をぜひ考えていただきたいしそして少しでも周りの人を尊重できる方法というのを考えていただきたいんですそして何が起こるかを試してもらいたいんですそれが今日のね一つの大きなメッセージです。あなたは世界遺産ですそしてクライアントもそう